ボニーとクライドは1930年代前半にアメリカ中西部で銀行強盗や殺人を繰り返したボニー・パーカーとクライド・バローからなるカップルである。ルイジアナ州で警官隊によって射殺されるまで数多の殺人に関与し数え切れないほど多くの強盗を犯した。当時のアメリカは禁止法と世界恐慌の下にあり、 その嘘を晴らすように犯罪を繰り返す彼らのことを凶悪な犯罪者であるにもかかわらず、新聞も含めて英雄視する者も,も多かった。後にボニーとクライドの犯罪は何度か映画化された。ボニーパーカーテキサス州、ローエナ出身。フルゲームはボニーエリザベスパーカー。両親と兄弟の5人家族だったが、1914年に父親が死去したため、祖母の家がある。 ダラス近郊のセメントシティに引っ越す。セメントシティは治安が悪く、子供をまともに育てるのに適した環境ではなかった。母親思いの優しい性格だったが、いたずらもよくしたという。当時のボニーは学校の成績もよく感想文で症状を取ったりもしたが、逆上すると手がつけられなくなるという二面性を持っていた。鉛筆を盗んだクラスの同級生を呼び出して、 叩きのめしたこともあった。そして、高校の同級生だったレイソースントンと16歳で、結婚し、18歳の頃からカフェで、ウェイトレスとして働き始める。この頃のボニーは活発でよく働き、貧しい客には、店のおごりにしたこともあったという。翌年に、例が、銀行強盗の容疑で、刑務所に入れられたために離婚を考えるが、結局席はそのままに、法的には、 ボニーとレートの婚姻は生涯継続されている。1930年に彼女はクライドに出会い、彼に危険な香りを感じて一目惚れし、以後行動を共にすることになる。クライドバローのマグショット、ダラス警察にて、当時16歳テキサス州ダラス近郊のテリコ出身。フルネームはクライドチェスナットバロー。ミドルネームがチャンピオンだったこともある。貧しい農家に、 八人兄弟の六番目の子として生まれる。忙しかった両親に代わって姉が面倒を見ていたが親戚に預けられることもあった。クライドは子供の頃から動物虐待を行っているところを近所の住民に目撃されるなど粗暴なことで有名だった。学校を嫌いで姉と一緒によくサボって遊んでいたという。両親も忙しかったのでしつけらしいしつけは受けずに成長した。 17歳の頃に兄も所属していたギャングに入っている。クライドの初めての犯罪は、クリスマス前に行った七面鳥泥棒だった。そして、1926年に自動車窃盗で逮捕されている。しかし、家族からは警察へ厄介になったことを非難されることもなく、むしろ擁護する態度を取られている。そのため、クライドは友人の家でボニーに出会うまでの4年間に、 ダラス近辺で強盗を続けていた。二人が出会った直後にクライドは逮捕され、刑務所に収監されることになった。クライドは脱獄や保釈狙いの工作などをするが、結局2年の獄中生活の後に保釈されている。その後、クライドは構成することもなく、新しく仲間になったレモンド・ハミルトンと共に、再び犯罪に手を染めていく。繁盛していた商店へ、 強盗に入って、主人のジョン・ブッチャーを殺害するなど、事件を起こしては、逃走を繰り返し、ボニーに会うために、ダラスに舞い戻っている。1933年、警察によって押収された、葉巻きを吸いながら、ポーズを取るボニーパーカーの写真ボニーとクライドが、再会してからも、強盗と殺人は続けられ、いつしかクライドは、犯罪集団、バローギャングのリーダーとなっていた。 メンバーにはクライドの兄のバックとその妻のブランシェもおり、他にも同じような犯罪を繰り返してきた者も,もいた。バローギャングのメンバーは何度か入れ替わっているが、ボニーとクライドは常に一緒だった。それからも犯行は続けられ、強盗に入った商店の主人や保安官、警察官が次々と犠牲になっていく。1933年。 愛車のフォード V8 とクライドバローの写真ボニーとクライドたちの強盗の手口はクライドが店に入って金を奪いボニーが逃走用の車で待機逃走経路を計画しておき宗教を超えてしまうというものだった当時警察が犯罪者を追跡できる範囲は州内に限られており州を超えられると手出しできなかったからであるまた連邦捜査局はまだ司法省の一部門 捜査局に過ぎず、現在のような強力な法執行機関ではなかった。1933年、ボーニーとクライドの後を追う警察官、検察官たち二人は逃走用に、フォード車の乗用車、フォード V8 を多用した。この車はその名の通り強力な V 型8、気筒エンジンを搭載して1932年に発売されたばかりの最新モデルで、いわゆる、 アーリー・フォード V8。当時の大衆車の中で最高の速度と加速力を備えており、一味の周到な逃走計画とも相まって警察の車では容易に追いつけなかった。フォード社長に対し記者で製造していらっしゃるこの V8 が本当によく走るので、我々も非常に仕事がしやすく感謝している胸の手紙をボーニーとクライドが送ったというエピソードが知られているが、 真偽は不明である。そんなボニーとクライドたちの犯行を警察は黙って見過ごすはずもなく常に逃げ回る日々が続くようになっていた。ボーニーは逃走中の自動車事故で火傷を負い警察との銃撃戦でクライドと兄のバックは重傷を負った。ブランシェは警察に捕まりバックは傷がもとで逃亡中に死亡。バローギャングのメンバーも逮捕者が相次いでいった。 ボニーとクライドが射殺された、林道銃撃を受けた、車仲間を次々失いながらも逃げ続けていた、ボニーとクライドだったが、1934年5月23日、ルイジアナ州、ビアンビル軍アーケディアの寂れた道路を1934年式、フォード V8 に乗って走行中、行方の情報を掴んで待ち伏せしていた、テキサスレンジャー4名及び、ルイジアナ州警察の警官2名から、 短期間銃で150発以上もの連射を受けた。ボニーとクライドは車で逃げ去ろうとしたが、車体を貫通してきた80発余りの銃弾を浴びて死亡。車内からは軍の兵器庫からの盗品であるブローニング M1918 自動小銃をはじめ、ショットガン、大型拳銃など殺傷力の高い強力な銃器類が多数発見された。二人の遺体は、 ダラスにそれぞれ別に埋葬されている。銃撃で蜂の巣にされたフォード V8 とクライドが最後に着ていたシャツはネバダ州プリムにある観光施設プリムバレーリゾートで2009年から公開展示されている。残虐な行為を繰り返してきたボニーとクライドだったが意外にも彼らを支持したものは多かった。犯罪者となった彼らを家族は咎めず、 逃亡中にかくまった者も起訴されただけで23人に上ったという。そんな背景もあって、ボニーとクライドはことあるごとに家族のいるダラスに戻ってきていた。また、大衆の間でも金持ちに狙いを定め、貧乏人からは巻き上げない、義足的な姿勢が共感を得た。もちろんアメリカ人が皆、彼らを支持していたわけではなく、時の連邦捜査局長官、ジョン・エドガー・フー,ーバーは、 アメリカの狂犬たちと表現し、ボーニーとクライドをことさらに非難していた。映画、鉛の弾丸をぶちかませの宣伝ポスターボーニーとクライドは様々なジャンルの作品において題材として取り上げられている。多くの作品では彼らの行為や事実をそのまま伝えるというよりも、その波乱に満ちた人生と二人の恋にスポットが当てられており、どちらかというと美化されたものが多い。また、 登場キャラクターの名前に流用されることもある。以下、ボニーとクライドを主題としたフィクション作品を挙げる。ありがとうございます。